こんにちは、黒戸和義です。今日は、マルセル木村君に、インタビューでお越しいただきました。ありがとうございます。本当に素晴らしい、ギタリスト、ボーカリストだと思いますが、はい、また一緒にやりましょうね、演奏も。やりましょう。はい、はい、まずアントニオ・カルロス・ジョビン、彼の、まず何を聴けばいいのかなみたいな。はい、でまずその読者が選んだ5曲とで、まあ、ミュージシャンとしていろいろやってきて、僕の選んだ5曲とでマルセル君が選んだ5曲を紹介していきたいというコーナーでございますが、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、まずは、うちの、視聴者さん、読者さんが選んだ第5位がです、ね、万能とサンバですね。うん、これはやっぱりいい曲だからやるよね、やっぱり。わあ、もうこの曲ね、大好きで、ジョビンの先生が、うん、みんな生徒さんに練習してたの、あの作曲の練習、うんうん、作曲練習させてた、とワンノートだけで、うんうん、ワンコーラスとか、うん、そういう練習してたの、うんうんうん、でそれでコーホイテルさんね、あのドイツ人ですね、ジョビンの、あの先生の彼が、元々ドイツで、ミリタリーやってて、うん、ブラジル行って、戦争の時にブラジル行って、うん、で彼がリオデジャネイロに、うん、ベース作って、うん、みんな子供たち の、うん、教えたんですけど、ジョビンは一人中にジョビンだったね。すごい普通の教え方じゃなくて、ちょっとはモダン、ちょっと新しいやり方。新しいやり方、うんうん、それで彼の曲もすごく面白い、ちょっとモダン、あの時代でちょっと、うん、面白いコードとか使ったりとかで、それでその一つの練習はワンノートで、うん、ワンコーラス作ったりとか、それでその曲生まれたの、そのワンノートでやるっていうのを練習してる時に結局あの A メロディーができたってことなのね。そう。まあジョビンは本読んでもそうだったけど、先にハーモニーをすごい固めるっていうから、そうですね、大体メロディーをパーって作ったらハーモニーが固まってって、メロディー修正して最後に歌詞書くみたいな感じだったけど、だってことはやっぱりそのメロディーがこう1音だけど、あのハーモニーをつけるのがやっぱ抜群だったんだよね、多分。そう。すごいね。ね、もう面白い。はい、ワンノートサンバですね。はい、じゃあ次第4位ですが、第4位はコルコバード。ね、リオデジャネイロの、うん、このあの歌詞にも、うん、ダジャネラヴィシュコルコバードヘデント、うん、ね、クリストヘデントコルコバード、うん、本当にジョビンの住んでいたところ、うん、コルコバード見えたね。あ、まだイパネマとか、うん、イパネマ、特にイパネマのところはね、家あまりなかったらしい、建物とか、うんうんうん、本当にお金がそんなに持ってない人が住んでいた。でそれで自分の窓を開けたらもうコルコバード見えて、ちゃんともうビル邪魔しなしなかったし、子供の頃ね、それもびっくりしたね、リオデジャネイロの状態、田舎みたいだったの、うん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 、そうなんだ、リオがまだ田舎だった頃の面白い、今もうめちゃ大都会だもんね。いやもう大変だね。だからその僕もよく聞くんだけど、あそこのやっぱファベーラって言われる地域はさ、うん、こうやっぱりこうちょっとこう怖いところで、うん、それはやっぱり丘の部分、丘のそのこう斜面のところにたくさん人がいて、で僕が聞いたのはコパカバナ海岸とかイパネマ海岸はまあまあその白人のお金持ちが住むみたいな感じのイメージだったんだけど、うんうん、そんな感じ。まあ今はまあどっちかというと観光の人が多いです、うん、ばかりが多いよね。だからだけどまあ住んでいるところはやっぱり白人が多くて、今すごい高くなったし、うんうん、そうね、まあファベラはもうね、スラム街はやっぱり少し離れてるけど見えるね、うん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 、イパネマからでも見えるね、見える、うん、裏に見てるのはやっぱり見えるから、そうすごく極端に分けてるね、分けてる感じだね、うん、
クリストが、あの山の。うん、一番上にね。あれそうそうそう。すごい。あれに、あれのお話だよね、これは。この歌詞はね。すごいなんか幻想的な、綺麗なメロディーですね。綺麗ですね、コルコバード。はい。じゃあ、このコルコバード、ね、第3位はですね、じゃあ第3位行ってみましょうか。はい。美味しい水。おぉ。アガジュベベ。アガジュベベ。これいいね。あの、うん、ビニシウス・ディモライズね、歌詞。モライズだね。モライズね、そうそうそう。うん、私一番最初聞いたのは、ジョビンじゃなくて、モライズのバージョン。ああ、そうなんだ。モライズが歌ってたの。どっかのレコーディング、のレコードがね、うん、トキンヨかな、トキンヨとビニシウスが、うん、めっちゃ酔っ払ってる感じだったな。ああ、ほんと。アガジベベー、アガジベベー、ずーっとそれを聞いて、慣れちゃったんです。それとあとジョビンの話を聞いたんだけどね。ジョビンは、まあ、もうめちゃくちゃ男前だったんだけど、その本当にすごいかっこいい人だけど、そうね、こう、おいしい水とかも自分で、モライスが書いた曲を自分で英訳しなかったっけ。これなんかはだから、そのブラジルの歌詞とあんまり変わらない意味が英語。このとサンバね、少しやっぱりちょっとだけ変わるね。ちょっとだけでも、うんうん、でも内容が全体一緒。そう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 。あの、たくさん音使うんじゃなくて、一個の音だけに。私の気持ちがあなたに、あなたの愛情、うん、この音だけで、一つの言葉だけでも伝わる。あ、そういう感じなんだ。英語だとどっちかというと、いろんな音使ってきたけど、なんか最後は一個の音になって、最後はあなただけっていう感じなんだけど、あ、うん、このブラジルのやつだと、一個の音、気持ちいいね。気持ちが全部伝わるっていう意味。そう。いろいろ、いろいろいたけど、うん。な言葉いたけど、いろんなノートでいたけど、やっぱり結局、シンプルな言葉で伝わる。うん。っていうことなんだ。おいしい水も、まあ、英語の歌詞はだから、私はフラワーで、お花で、あなたがお水で。だから、私はあなたの水がないと生きていけないのみたいな歌詞なんだけど。ああ、違うね。内容がちょっと違うね。ポルトガル語だとどうなの？そうだね。よきざま、マイスティフィメイド。本当に、愛情を、うん、あ、ね、あげたかったけど、怖くて。よきざま、うん、サオファーミョコラサオ、やっぱり自分の心が、うん、もう今までたくさん苦労したから、うんうん、怖い。今回結構怖い。でも、やっぱり好きみたいだね。あーはーはー、なんか詩的だね、やっぱり。モライズのお菓子だね。でも、モライズはね、もう9回ぐらい結婚して。ああ、そうね。その、多分上手にね、そういう言葉たくさん作ったと思います。そうそうね。第2位いってみましょう。第2位は、ウェーブ。いい曲だね。まあいい曲ね。まあいい曲だらけだけど、ウェーブは、ね、ウェーブは、普通にポルトガルとあんま変わらない意味。変わらないですね。これはね、うん。でも私はね、特に名古屋にいた時に、ウェイブというアルバムあるんじゃないですか。ウェイブのアルバムをレコーディングした人、あのパーカッションとドラム、そのアルバムに参加した人と演奏してたよ。あ、本当？名古屋のギャリさんのお店で。あ、はい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 。全然知らなくて、誰も知らなかったと思うよ。うんうんうん、でも、毎晩演奏してたね、このバンドで、ブラジル音楽。うん、7階のステージぐらい。7時半からもう3時半まで、夜中の3時半までも。もうやばい。もう80曲とか。で、それで一回なんかコーヒー飲んでるとき喋ったの。ああ、そのおじいちゃんと話した。ああ、私もね、昔いろんな人ね、アメリカね、行ってたから、ドリカイミとか、ドリカイミと演奏して、うん、あと、まあ、いっぱいジャズの人もやってたけど、でもジョビーね、2つのアルバムレコーディングしたよって。どういうこと？嘘だと思った。嘘でしょ？いやいや、家に帰ったら、その時ね、みんなシェアしてたね、バンドのメンバー、うん、マンションね。で、アルバム見て、名前入ってたの。ほんとすごいね。よかった。って思って。あんなすごい名盤中の名盤、どこでも売ってるもんね。そうで、このウェイブをレコーディングしてたの、あの、へ、名古屋にいたよ。名古屋にいたんだ。とんでもない、ね。エヴェラウド・フェヘイラという人。へぇ。エヴェラウドさん。すごく変わってるね、最初のメロディも。うん。すごく、
私のイメージなのはやっぱり、ボボボディボペロペ、イレギュラーだね。あんまりブラジル音楽に使わない、ああ、そうなんだ。そうだから、ちょっと、なんか、本当に、ウェーブみたいな感じのなるメほど。ロディーだなって思う。これ歌詞的にはどういうポルトガル語のやつだと。Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. これから言うことは、目見えないこと、心しかわからない、ことだから、言うことは、coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. やっぱり、幸せ、一人になるのは無理です。多分誰かにね、伝えたかったんじゃない？そなるほど。の。そうか、やっぱりそういう、深いね、深い。深いね、やっぱり、特にね、やっぱり、このモライスとか、ジョビンはとにかく歌詞も深いもんね、すごい。じゃあ、まあ、1位はもう皆さん、なんとなく、ね、皆さんが一番よく知ってる曲ですね、イパネマの娘です。ガロタジパネーマ。イパネマの娘だよね。イパネマの娘。ガロタでイパネマだよね。要は、英語の歌詞だと、本当に、トレンタンエンや、とっても、なんか、背が高くて、ちょっと日焼けしてて、みたいな、すごい若くて可愛い女の子が通って、みたいな。で、サビで、こう、でも彼女は僕の気持ち伝えても、きっとも、なんか相手もしてくれないんだろうなみたいな感じの歌詞なんだけど、これはポルトガル語も一緒？一緒ですね。本当のガロタジパネーマという人はね、エロ・ピニェールという人がいたね。モデルさんね。エロイーザって書いてあっロたイーからザ、ね。そう。ロイーザ・ピニェール。でもその時ね、まだすごい若かったよ。10年ぐらいだったね。でも2人のおじさんがそんな曲作ってね。ダメだね。もう今の時代もう逮捕、逮捕。逮捕だ、なるほど。まあね、二人でも本当に毎日、リオで、バーで、ビールとウイスキー飲んで、やっぱりずっと撮ったみたいね、その人、そのエぐロらい。ピネール。なんかタバコ買いに来てたって言ってたよ、そのお店に。ベローゾってお店じゃなかったっベけ？ローズ、ベローズ。ね、で、今はもうガロタでジーパーニベマローになっズ。ガロタジちゃっパたネーけマになっちゃった。ど。ね、完全に観光都市になっちゃったけど。ベローズにも、あそこは、ジョビンと、ヴィニシウスの一番最初会ったところね、ベローズ。紹介されて、で、なんかこの曲書かれて、それを、いくらお金になるのって聞いたっていう。それは本当の話ね。みんな怒ったね、ジョビン。その時もヴィニシウス結構もう名前がね、ちょっと有名な人だったからね。ジョビンが多分困ってたからね。その時、ジョビンがあれ、仕事してたね、レコーディング、ラジオでね、ラジオの、譜面ね、コピーとかしたメロり。コピーとかしたりとか、あとシャンソンのお金弾いたりとか、確か結婚して子供がなんか早くできちゃったから、学校も中退して、要は夜の演奏ずっとしてたから、めっちゃお金なかったって聞いそんな感じだった。た。まあ、どうですかね、この5曲は。でもまあ、どれもいい曲ですね。で、最高。はい。じゃあ、僕が選んだ5選で、ダダッと今度いきたいと思います。これ、さっきから出てきたビニシウシ・モライスね。ね。作詞家ですよね。で、まあ、男前だよね。僕も5位はワンノートサンバです。で、僕はセルジア・メンデス66。あれを一番最初に、僕、大須にですね、大須はブラジル人、名古屋の大須でブラジル人多いでしょう。僕、大学生の時にちょっと付き合ってた子がいて、ブラジル、日系ブラジル人の子と付き合って、その子がいつもこれ聞いてた。いい音楽聴いてたね、すごそう。でもみんな聞くよ、これみんな持ってるよって言って、で、い。これ聞かせてもらって、すごくいいアルバムだよね、あのアルバム。最高のアルバムです。セルジム・メンデス、あれのワンノートサンバ聞いて、もうこれ、あれ結構早いじゃん、テンポが。これ叩けたら最高だなと思って。でも今もうすごいよく演奏する曲ですが、いい曲ですよね。素晴はらしい。い。4位は、パッド・メッセニーの How Incessant Is Love。これなんかもう雨がしとしと降ってる感じに聞こえて、めちゃくちゃ好きですね、パッド・メッセニーの。で、これアルバムとかは全部下にこう、
載せとこうかなと思うんで、他のやつ YouTube で見てぜひ聞いてください。僕は3位は3月の水、うん、これやっぱりミュージシャンに言うとこの曲結構選ぶ人多いね、やっぱり。そうですね、3月の本当は雨、まあポルトガル語でねトランスレートすると雨だね、3月の雨とね、うん、でもどちらでも使おうね、使ってもいい、うんうん、アグアジンマースね、アグアス、うんうん、アグアって水だもんね、一応ね。水だからね、そうそうそう。歌詞の意味的にはやっぱりこう、雨な感じ。あの、ブラジルの梅雨はね、夏の後に来るね。うん、夏の後に来るのね。日本の逆なのね。逆だね。それで夏の終わりぐらいに梅雨が来て。うんうん、で、その時に、まあ、ジョビンはね、あれ、もう子供の頃からね、ネイチャーとか自然とか、うんうん、お父さんいなかったからね、うんうんうん、お父さんいなかったから、離婚して、あまりコンタクトしてなかったけど、うん、おじさんがね、おじさんとおじさんの友達ね、一人の友達ね、ちっこさんっていう人、この人が鳥、あの時代は大丈夫だったけど、鳥をハントするとか、うんうん、ね、それを、よく言ったから、あと、鳥の鳴き声、あのいろんな、なんか変な楽器みたいな、ちょっと使って、鳥の鳴き声、鳥に教えたらしいみたいな、こ、うんうん、のおじさんが、うんうん。それで多分ずっと残したと思うね、頭の中に。だからこの歌詞、完全にあのネイチャーね、あの自然のものをたくさん話してるね。木の名前とか、うんうん、それはすごく残ってるみたいなね、うん、頭の中に。それはなんかもう、なんか羅列していくだけの歌詞だもんね。なんかこう、雨とか、なんかこう、そういう音。本当に、森の中にいるみたいな歌詞ずっとなる、ね、うん。ああ、なるほど、なるほど。そういう感覚なのね。いや、でもそういうふうに聞こえるもんね。で、そうそうそう、そう、うん。この二人でやってるやつはね、もう有名、もうすごい有名なアルバムですが、これはもうめっちゃ、これで僕はこの曲を覚えて。おぉ、ナイス。ナイス。うん。はい。じゃあ2位は、あのね、これジャズ面だからそうなんだけど、ウェイン・ショータのスーパーノヴァってアルバムがあって、まあ、この頃ウェイン・ショータはこの時 の奥さんがアナ・マリアという人なので、あのブラジル人 でこの、マリア・ブッカーっていう人が歌ってるんだけど、マリア・ブッカーってあんまブラジルの人は知らない。ブラジル知らないですね。うん、旦那さんがウォルター・ブッカーっていうベーシストだったんだけど、うん、キャノンボールアダレのバンドのベーシストでギターも弾いてて、で2人がもう破局寸前だったんだって。だから2人で何かをやったらって言ってジンジを歌わせたら、途中で奥さんがわーって泣いちゃって、うわ、終わるんだよね、この、はい、でこのジンジはウェイン・ショータのやつは最初はこうなんかサンバのパレードみたいなのがずっと長いことあって、で消えて2人が歌い始めて、で泣き崩れて歌えなくなったらまたサンバが始まるっていう感じになってんだけど、この曲を歌って彼女は離婚を決意したらしくて、まあ、で2人は別れて、でも2人はもうなんか音楽のジャズコミュニティのブラジルコミュニティの中の中心人物で、いろんな人を招いてやってたんだけど、まあ、離婚寸前でこのアルバムの後離婚するんだけど、もうこれもう何回もそこばっかり聞いた。あのねすごい深いね、この場合、うんうん、これいいアルバムですよ。ぜひこれ以外はブラジルの曲一個もないんだけど、ぜひ聴いていただきたい。聞いたことない？これウェイン・ショータの。あ、聞いた。聞いた、うん、じゃあ1位はですね、はい、白と黒のポートレートというナラレオンが歌ってるやつが、もうすごい好きで、なんかナラレオンって空気感つくのがうまいよね。そう、みんな言ってたね、それ、うん、すごいスタイルいいし、なんか、うん、ムードが素晴らしい方ね、うんうん、でもあのすごい目立ってたシンガーとか、例えばエリースとか、エリースあんまりなんか好きじゃなかったみたいね、ダネオのことすごい焼き餅が、まあ権限の中って言われてたもんね、本当にでも素晴らしいね、ナラレオの声で、うん、その子も結構広がったし、彼女ギターうまいじゃん。でもしてたね、ね、それは違いね。変わったね、うん。それでみんなに比べると、やっぱり、ギター弾いてるし、うん、
そう、あまりいなかったからね、うん、あの、ね、女性がギターやってる人。そうね。だって、まあ、ホベルト・メネスカルとかとね、まあ、付き合ってたりとかして、まあ、でも、彼らがやってたギター教室に生徒でいたわけじゃなくて、しょっちゅう出入りして覚えたって言ってたから、すごいよね。やっぱ、ちょっと天才だよね。で、お姉ちゃんがね、有名な、モデルさんでしょ？彼女の自伝も読んだけど、すごいこう、やっぱり、お姉ちゃんに対する、まあ、性格は全く反対だから、まあ、コンプレックスというのもやっぱあったりとかして、そういうことは。そうね、でもまあ、すごい、この僕はナラレオのバージョンがすごく好きで、これが要は、まあ、いいリストです。そうですね、だから、こう、やっぱりこう、なんていうのかな、イパネマとかやっぱりちょっと演奏し飽きちゃったところがあるけど、でもやっぱり、演奏すると、やっぱいい曲だよね。ハーモニーすごいよくできてるし、すごくいいですよね。はい。というリストでございました。はい。では、マルセロ君のベスト5は、5位がこれなのね。白と黒のポートレート。これは、ブラジルのコーラスグループのファルテットインシ、女性4人の、コーラスグループのバージョンを初めて聞いてびっくりした。リズムも結構なんか大体みんなちょっと、ドリロダロレロ、なんかもっと、リズム、タロレロデロデロ、どんどん、わあ、なんか、やっぱり歌詞も結構、重いからね、それで、そのリ歌詞ズム。のどんな感じなの、これは。ラコイスス・パースデス・ストラダ、セキノ・ヴァイダリナダ。この、ラコイスス・パースデス・ストラダ、この道の大体わかる。どこも行けない。どこも届く、どこも行けない。だから人生はもう、わあ、なんか終わりみたいな感じ。人生終わりみたい。もう行き詰まりみたいな感じなのね。そう。ラコイスス・パースデス・ストラダ、セキノ・ヴァイダリナダ、セオ・セグレード・セジコ、あなたの秘密を全部してる。Já conheço as pedras do caminho. E sei também que ali sozinha eu não tô pior. この歩いてる道も石いっぱい邪魔してる。邪魔してる。もっ重とたひ、いね。最後のフレーズはもっとひどくなる。そうなんだ。結構暗いよね、やっぱり。すごい、なんか、演歌っぽいね。演最歌っ高。ぽい感じがするかな。たまたまこれ選んできましたが、これは、これ、イパネマ海岸にあるの？そうですね。イパネマにみんな歩くところに。でも、なんか、一時期いたずらされてぐちゃぐちゃになったと。ああね、なんかね、そういう、ね、何も考えてない人いっぱいいるよ、ブラジル。そうね。じゃリスペクトしあ、ない人。ね、いや、こんな曲も書くのすごいね。いろんな、これ歌詞も、じゃ歌詞はね、シコボアルキあ、でシ読コボんラだ。ケなんだ。シコボアルキの最初、その曲インストルメンタルで、ジンガルっていうタイトルで。もうね、ずっとインストルメンタルみたいなのやったけど、なんか、シコボアルキに、一体歌詞作ってくれるって聞いて、シコは、あ、オッケー。もう、1年ぐらい経って忘れちゃったみたいな。1年、だけど、ジョビンが気使って言えないから、あ、歌詞どうだった？どう？一年待ってて、やっぱ我慢できないから、電話して、シコに。ねえ、ちょっと、あの曲良くないですか？なんか、気にしてたんだ。曲、何の曲みたいな。ああ、そうだったね、その曲。で、急いで。インストの時はジンガロって名前だったのね。でも、そのジンガロって言われて知らんけど、一緒に演奏したら、あれ？これって白と黒とポノレトレートじゃんって、そうなの？って言われたことがそう、2つのタイトルね。ある。いいんだろうね。そうか。じゃあ、四股歩きに頼んでたけど、ずっと、あれ曲がいまいちだったからと思ってたけど、四股は忘れてたっていれたらしい。う すごいすごいね。話。じゃあ、良いです。おはようございます。これが、3月の水ですね。黒田さんと同じですね。あのバージョンが一番最高のバージョンだなと。エリスユとニーかクがもね。いい。最高ですね。これやっぱ3月の水という。じゃあ、3位。オボット。オボットっていう曲ね。オボットはイルカです。
イルカだ、イルカ。うん。アマゾンにいるイルカ。アマゾンにいるイルカ。ちょっとね、色は面白いよ。ピンクです。ピンク色でピンす。クのイルカ。ボットコルジホアーズ。なかなかね、見れないからね。うそん。の、なんか、アマゾンの川行っても、そんなに出ないから、うん。見るとミラクルみたいな感じで。ああ、なるほど、なるほど。うん。だから、多分、ジョビンの少し、このアルバムからね、自分でやりたい音楽、本当に自分で、いろいろ勉強したことを、ちょっと、自分の曲に出したかったことを、このアルバムからいっぱい出したね。やり始めてるよね。そうね、そのメロディも結構、聞くと、北の方のメロディにたくさん聞こえるね。ジャズのスケールっていうと、リーデンフラットセブンね。ロロリララララヨロ、イララララバレー、オララリラデヨ、バララララデー。なんかすごく、なんか不思議なメロ不思ディ。議な感じ。なんか普通のね、イパネマの娘だけ聞くし、あんまりちょっと違う世界だね。いろんな、音とかエフェクターとかも入れたりとか。ね、結やっぱ構面り白いですね。ミルトンとかの世界に近い感じだよね、そのさ、ね、そうです話ね。人とかのね。そう、そう。おぼっとね。大好きな曲です。なるほど。ジョー・ヘンダーソンもレコーディングしてた？あ、ジョー・ヘンダーソンもやってるんそうだ。ね。やってた。ちょっと聞いてみます。おお、面白いです。マジやっぱこの辺マニアックになってくるね、ミュージシャン。オーじタと、ゃあ、第2位は、はい。はい、ウルブ。ああ、ウルブ。ブルブー、アルバムの最高の、ウルブーはね、カラスね。カラス。この曲も結構、楽器でいろんな音が、面白い音を出してるとか。このアルバムね、全部、そのアルバムの中にも、リージャー。Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema. いいですか？ちょっと、いや、でいでいでい。ここの。Nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba. このコード大好き。Não fui para mim. これで、このアルバム聴いたらもう、ジョビンやっぱりすげえ。ちょっと、ハーモニーのことね、よくね、してたね。いい音を選んでたね。めちゃくちゃハーモニーに、もうとにかく先にハーモニーできないと、みたいな。奥さんに歌ってみてって言って、で、先ハーモニー作るんだって。で、またあれ歌ってみてって言って、奥さんを、で、もう書いてよ、譜面をって言ったら、いや、なんかその、書いちゃうと、ハーモニーがこういじれないからって言って、すごい、よく喧嘩。面白いね、それ。で、ハーモニーができてからメロディー、ハーモニーができたらメロディー書き始めて、で、それで、あと歌詞をつけるっていう。特殊な、やっぱり、ハーモニー的なセンスがすごいよね、やっぱり。マジ、もう、最高です。はい。では、最後、マルセル君が選んだ1位は、ルイーザ。いいぞ。僕、これ、娘の名前と思ってたけど、孫なのね。孫です。はい。まあ、歌詞もね、ちょっとバッて見たらね、でも、まず、自分の家族の人に、すごいね、でも、すごいいいポエムだね。本当に素晴らしい。最初のコードからも、やっぱり、ハマっちゃったね。ああ、なるほど、なるほど。マイナーメジャーセブンからマイね。ナーメジャーセブンなんでそんなに、いきなり音がぶつかったよ。まあ、大好き。この曲大好き。あと、ジョビン、のバージョンも大好きなんですけど、ギタリストの、もういなくなったんですけど、ハファエル・ハベロ、ラファエル・ラベロっていう7弦ギタリストいたの。で、彼の、ジョビンのトリビュートアルバム、作ったの。ルイーザはね、うふ、もうすごい。やばい。イパネマの娘もいいし、イパネマの娘はね、パコ・デル・チーヤも一緒に弾いて、ホテル社もいるんだ。一人のをやってて、のルイーザのバージョンがね、最高。7弦で。ホテルシアってね、スーパーギタートリオのね、一人ですね。もうめちそゃうくなんちでゃす。スパニッシュ系のギタアリメンコギタリストね。そのス3トです。すつ。ごい、ルイーザ。これは、歌詞的には、もう、やっぱりその人の美しさ、いい言葉で説明してるね。いい言葉もばかり。
すごい。なんかやっぱポルトガル語も勉強しなきゃな。私もそうだよ。全然ダメ。ああ、やっぱ、ボサノバって、という歌詞がいいじゃん。で、僕はね、歴史のところでも言うと思うけど、ジョビンはやっぱりその歌詞も伝えたかったっていうところが、こう、なんとなく雰囲気で聞くだけじゃなくて、最終的にはね、音楽が語りかければいいっていうか、コルトレーンの言葉でもあるし、だけどやっぱり歌詞があるとキャッチしやすいじゃん、やっぱり。そういうこう、歌詞があるだけでキャッチできるようになる人もいっぱいいるから、だからそういう意味では、すごく歌詞をちゃんと英語に訳して、自分で英語勉強して、そういうところがすごいな。だからやっぱり世界のボサノバになったんだと思うし。そうですね。はい、ありがとうございました。もうなんか気になるお言葉とかもいっぱいあると思うんですが、どの曲もいいので、できるだけYouTube で探して貼っとくので、皆さんいろいろ聞いてみてください。僕このウルブのね、アルバムが非常に好きですいいアルバムですね。ね。いや、いいアルバム。マチッタペレも好きだしね。あれなんかは歌詞全部わかんないと全然意味わかんないね、あれは。そう。あと、ウルブーのアルバムね、もう、あの人がアレンジしたね、クラウス・オーグマン。クラウス・オーグマンね、ジャズのミュージシャンもたくさん、ね、アレンジしたし、マイクル・ブレッカーとか、クラウス・オーグマン、もう、すげえ、もうアレンジが変わったね。クラウス・オーグマン入ったから、ボサの、入ってから、ジョビンの曲のアレンジはすごく良くなった。ジョビンも勉強になったね。ジョビンのアレンジも、クラウス・オーグマンのおかげで、いろいろ。なるほど。やっぱりいろんな出会いですよね。でもやっそうぱ、でも本当に、こう上げるとキリがないぐらいいい曲たくさんあるけど、ぜひこれを機会にジョビンを聴いていただける。もちろんね、読者さんが選んだ有名な番長もそうですが、ちょっと僕らが選んだ、ちょっとこう皆の知らない名曲をいっぱいちょろっと聴いていただけると嬉しいですよね。はい。というわけで、マルセロ君どうもありがとうございました。ありがとうございます。